ございます。上田ですけども、今日はですね、長崎県のですね、安土大島の、安土大島ですね、のなんか近くにある小さい島に来てます。7人ですね。山口さんに段取ってもらって、本当はあの仙台の鹿児島の沖の瀬に行く予定だったんですけどね、その天候がちょっと悪かったんでですね、急にこっちになりました。川端さんは今日カゴ釣りです。イサキが来ました。ケンさん、おはようございます。おはようございます。鹿児島行きたかったですね、今日初めての人で今日も楽しみでまあでもなんかこっちも釣れそうだけ頑張りましょう。山口さんのお友達の徳永さんです。巻き絵がですね、これ巻き絵写してもいいですか。巻き絵がすごいすごいパン粉です。おお、走りますね。ああ、もう2、3枚釣っておられます。山口リーダーです。山口さん、釣ってくださいよ。はい、釣ってください。どこですか。はい、今日現場監督。あ、現場いや監督ですよ今日は。監督ですか今日は。監督です。まああんまり一緒に降りることがないけんですね。一緒に降りるときにわざわざ盗んどかない関係ですね。ああ、いやでも上田さんの釣り方は徳永さんの方が。そうですね。またスタイルが違う。ああ。とても興味ある。そうですね。巻き絵もパン粉だけでした。うん、パン粉とボイルだけ。すげえ。渋田さんですね。やっと夏が気になるな。やっとここはアナドレントですよ。アナドレですか。師匠はやっぱアナドレですか。ナンバーサイズ。そこにあげる前に。どんぐりに変えた、どんぐりに変えた。え、いや、よかった、俺のそんぐらいだったっけ。あ、お腹ですね。おめでとうございます。渋田さん、大きかったですか、さっきの。さっきの大きかったですか。大きかったですか。30ぐらいですよ。30ぐらいですか。うん、今沈んでくれるけど、下先が行ってくれる。暑いですね。いや、今日こんな春って思わなかったです。いや、天気予報は晴れやったんですもん。ああ、うん、はい。向こうダメやったですか。いや、もう週はこっちに流れてるんですよ。あ、なんか当て字になるけん、もうやめました。今高校何年生ね。高2です。
はい、高2。じゃあ次3年。次3年。やっぱ師匠は埋め合うよ。彼女おらんと。彼女おらんと。はい、いないよ。彼女だったらもう釣りばっかり行っちゃう。そうだね。社長、釣れましたね。でかいじゃないですか。でかいじゃないですか。約マームのサイズが来たんですよ。お、ちょっと、あ、切れた。ちょっとケンさん、ちょっとそれ持って、はい、持ってみてください。それなかなかのサイズですね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱやっとやっぱケンさんいいですね。お、でかいでかい。おめでとうございます。ありがとうございます。爆笑じゃないですか。ああ、もしかしてでしょ、それいけるっすよね。ケンさん連発中です。ケンさん連発中です。でかいんじゃないですか、それ。おめでとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。イサキちゃんでした。おお、いい感じですね。そう。ケンさん今日一番釣ってますよ。今日一番釣ってますよ。仕掛けはどんな感じになってるんですか、今日は。仕掛け二ヒロ。あ、二ヒロ。はい。息はゼロくらい。まあ、まあ、いいことじゃないですか。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。まあまあが来ました。まあまあが。ここにパラパラして、ここにパラパラしておけば。ちょっと沖に出てるんで。
すぐ来ます、パラパラで。めっちゃおるじゃん、ここ。よいしょ、ゲットっす。はい、パラパラやっちゃいます。かな。なんだろう。さすが。えらい頑張るこの地面。死ぬ様でした。ケンさん、やりました。はい、長ちゃんです。よいしょ。ああ、また来た。ああ、これ今日一番でかいかも。これ今日一番でかいかも。
これは今日一番でかい。なんだろう。なんだろう。えらいでかかった。はい、今日の釣果です。半分は疲れから脱走して最後粘ってこんだけなんとか釣り上げました。最後のがね、何だったんですかね、あれ。悔やみますね、あれは。じゃあこれをちょっと今から検査に締めてもらいます。はい、今日一番です。おめでとうございます。ありがとうございます。さすが師匠ですね。いや弟子ですか。はい。おー、師匠もそんぐらいの釣らしたってですか。師匠もそんぐらいの釣らしたってですか。そうなんですね。ああ、いいですね。でかいですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。パンツがやばい。師匠もお疲れでした。また遊びに来ますんで、はい、また来てください。はい、お願いしますね。渋田さんもありがとうございました。またよろしくお願いします。熊本にも遊びに来てくださいね。来るときはここ3人でまた、はい、で行きます。ママオさんの釣果ですね。結構釣っとる。マオさん結構釣っとる。イサキ、イサキ。赤旗は？バラした。あ、一個かけただけ。残念でしたね。このクルでかいんじゃない？これは僕とケンさんですね。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。